17番の問題ですね。このスイッチで引っ掛けシーリングをコントロールですね。これコンセントですから、これはもう常時、100ボルトですね、入れてやればいいわけですね。はい、それではまずですね、設置側を接続しますですね。はい、それからコンセントは向かって左側が穴が大きいんですね。でこちら側がダブルと書いてありますんでね、ホワイトのファーストレターですね。はい、それから、こちら側に非接地側ですね、こう入れますね。はい、それから次ですね、引っ掛けシーリングの方のですね、左側の N とかニュートラルと書いてありますね。これダブルと書いてありますし、それから接地側と書いてあるのもあります。メーカーさんによってね、いろいろ違いますんで、気をつけてください。はい、はい、でここがジョイントですね。これ白テープになります。はい、それからですね、この引っ掛けシーリングはこのスイッチを経由して黒の方入るわけですね。したがってこういってですね、でこうに書かないでくださいね。こうにというのは電線1本というのはですね、なかなかないもんですからね、ケーブルに入ったこういうふうに揃えて、こういうふうに入れていただくとね。ならこれがこう、まあ、こう対になりますんでね、こういうふうに。はい、でここが常時充電してますんでね、黒丸ですね。それから、ここがですね、スイッチが入ったら充電するとね、非接地側ですんでね、白とか緑のテープは巻けません。で赤テープを巻いていきますね。はい、で、ここが黒ですね、黒テープですね。で電線としたらこっち側が黒ですね。でここが黒ですね。ここが黒、こっちも黒ですね。でここも黒ですね。はい、それから白ですね。こう白になりますね。